この番組はネクソンと御覧のスポンサーの提供でお送りします。旅を続ける一行はロクサーヌと名乗る鬼剣士と出会う。ハルセンらにそそのかされたロクサーヌはバロンに刃を向けた。戦いの最中、バロンもついに鬼に見入られてしまう。鬼と化して激しいバトルを繰り広げるバロンとロクサーヌ。二人を救ったのはロクシーだった。ロクシーによって希望を見出すロクサーヌ。そして一行は広大な都市ヘンドンマイヤへとたどり着いたのだが、壮絶メカニック大戦争。おいおいバロン、いつまでそんな暗い顔してんだよ。こないだのことはもう気にすんなって。あら、雨かしら。カペンシス？おわっ、いらっしゃい。なんだこれ。それにしても変な嵐だったな。本当ね。大丈夫？カペンシス。えらい目にあったね。何その顔ひどい。あら、もう晴れてる。何？何なんだこの街の天気は。あんたら旅の人かい？ええ、そうよ。じゃあ知らないのも無理ないな。この町は最近ひどい雷に悩まされてるんだよ。しょっちゅうあるの？毎日さ。モンスターの仕業という噂もあるんだが、いつこの店にも落ちるかと思うと気が気じゃないよ。へー、あるだろう。おかげで町はめちゃくちゃだよ。市長は雷を収めた者には莫大な賞金を出すとまで言ってる。いいね、賞金。でも雷なんて自然現象だろ。どうやって止めたらいいんだよ。わしにもわからんね。町一番のメカニックが必死で研究してるようだが、成果はさっぱりだ。メカニック、そうか、その手があったか。ご主人、雷のことはもう心配ご無用。あとは僕に任せなさい。なんだあいつ。待てよ、あれがこうなってああなって、ケケ。カペンシス、さっきから何見てんの？ん？ああ、設計図だよ。雷よけの塔の設計図、その名も飛雷塔。町中に落ちる雷を全部ここに集めるんだ。へえ、なんかすごそうだね。だろだろ。たださ、塔の中心部に通すクラス3のサージプロテクターが見つからなくってさ。それさえ手に入れば明日にでもレベルバインのチップを完成させられるんだけど。何言ってんのか全然わかんないんだけど。カペンシスが機械に強かったとはな。ちょっと君たち、今さら僕を尊敬しないでくれる？出るとこに出りゃ、僕はカリスマメカニックとして崇め奉られているんだ。はいはい、どこまで本当かしらね。本当だって、僕のいた展開では。なんだ、こいつ。おかしなロボットだな。ロボット？ちょっと可愛いかも。偵察メカか何かか？おい、君は誰だ？ああ、
ぬおよしっと。あ、お前また出たな。待て、うん、お見るなよ、あっち行け、シッシねえ、ストーカーか、あいつは。もういい加減にしてくれ。もう勘弁してくれ。どうやら今日は巻いたみたいだな。ざまみろ。あれ、あいつ先回りしやがった。すごい、もうこんなにできてるの。任せなさい、これで賞金は僕のものさ。みんなのものでしょ。こら、邪魔だからあっち行けよ。ねえ、キノルのこと知ってる？キノルの大繁殖か。少し調べてみた方がいいと思うの。東の森でキノルが増え始めたのは、町に雷が落ち始めた時期と同じみたいだし。やっぱり関係があるのかな。あ、何の音？なんだありゃ、お前の仲間が。うわやか、あ、なんだこいつら。塔が倒れる。やめろ、いきなり何なんだ。やめなさいって言うか。うわー、やめろ。壁っす。何だったんだあげ。ああ、どうすんだよこれ。へえ、えらい目にあったな。ん？あ、僕の発明が。仕方ないわね。作り直しましょう。協力するわ。お前まだいるか。お前のせいで。またその子？お前は何なんだ。誰に雇われてる。ご主人様、居場所を吐け。ほう、嫌だってんだね。それならこっちにも考えがある。あー、この音嫌い。あー、ならやめとけよ。最低。おい、本当にこんな山奥に家があるのか。趣味悪い建物だな。ここがお前のご主人様の家か？ん？自動ドアか。なんだこいつ。ようこそいらっしゃいました、カベンシス様。ケルン様がお待ちです。
ささ、私に腰掛けてください。ご案内いたします。僕の名前を。お前のご主人様って何者なの？まあ、いっけ。面白そうだ。ああ何すんだよ！わあ！おい！離せ！うわあ！おろせ！なんだなんだ！ようこそケルン研究所へ。ここはだ、いらっしゃいませ。なんなんだここは。ようこそ。牛乳飲んでる。どうです、楽しいでしょう。なんだよこのふざけたアトラクションは。早く降ろせよ。行きますよ。わーうわーわー。もう勘弁してくれ。ああ！誰だ？ジン。簿記の名はケイルン。町一番のメカニックでよ。とんでもないメカばっかりだな。何者なんだお前は。ケケケ、思い知ってくれた。お前みたいなポットでがみんなにチヤホヤされようなんて100年早いんだよ。はあ、どういうことだ。ケケケ、とぼけんなよな。お前らがやろうとしていることは知っているぞ。簿記の邪魔はするな。町一番のメカニックは簿記一人で十分なんだよ。町一番のメカニックだと？その程度の腕で笑わせんなよな。あ、なんでと。まずこのポンコツ椅子、いろんな機能がありすぎて座り心地悪すぎ。うるせえ。そしてこのテーブルも立派なのは見た目だけ。何すんだ。こういう極めつけはこいつ、くっついてるだけで偵察機能なんてついてないだろうが。黙れ黙れ。やめろ。ケケ、簿記を甘く見るな。バカ、待って。キッサーガー、邪魔だポンコツ。あ、何すんだお前、自分のメカに。うっさい。あんな古いメカなんてもういらないね。ビッグな簿記にはビッグなメカがお似合いなのさ。なんだと。お返しだ、くれ。わっ、待って、おいおいおい、キッキッキッ、どうだ、なんてか。トーン、なら、ガー、はい、くそー、ふげあげ。メカには心が宿るんだ。自分で作ったメカも大事にできない奴は、二度とメカニックを名乗るな。じゃあな。くそー、なんだ偉そうに。ピーだ。お前もかわいそうなやつだよな。あんなやつがご主人様なんてさ。よしっと、スイッチオン。お、
い、僕がわかる。ま、大丈夫そうだな。飲め。早く元気になるんだぞ。できた。おお、なんだ。なんだあら。どうだ、こんなでかいメカお前には作れないだろ。ゲッゲッゲ。あいつ。おお。やめろ。悪くはなかったんだ。釣りジャパスは用事があるから待ってね。おい、こら、待ちやがれ。大丈夫か、赤ペン室。グッズ。ひどいことするわね。あんなロボに乗ってどこ行くっていうのよ。まさかあいつ、キノルを退治しに行ったんじゃ。雷の大元を断つ気か。あんな奴に負けてたまるか。僕たちも行くぞ。じゃじゃー、ゲッゲッゲー、雷大地だよ。一斉勃起のメカたちや。なんだこりゃ、まるで戦争だな。よし、こっちもやってやろうじゃない。あ、あいつら来てやがったのか。手柄を渡してたまるか。くらえ。まさかあいつ、僕をかばって。何？メカが人間をかばった。キノルのお家玉か。くれー。ああ、離せ、チクショー。こいつ、僕をかばってくれた。もうダメなの？その子。よくも。はあ、お前は許さん。だ、あいつ。あるんだ、メカが人間をかばうことが。今日は簿記の負けってことにしといてやら。明日からまた緊急だ。覚えてる。いやよくぞこの雷騒ぎを収めてくださいました。町を代表してお礼を言いたいと思います。それではこのヒーローたちに莫大な商品を進呈いたします。うんうん、商品、商品はお菓子100年分です。お菓子？変動マイヤ名物雷せんべい。市長、ちゃっかり名物なんて作ってたんだね。キノルもいなくなりゃ雷も怒らない。名産品は用済みってことか。だからってごっそり商品にすることないでしょうが。こんなはずじゃなかったのに。直してもらってよかったね。カペンシスのために命張っちゃうなんてかっこいい。心を込めて接すればメカは必ず答えてくれる。
メカには作った人間の魂が乗り移るのさ。そういえばそのメカ名前って決めてるの？まだ決めてない。フランソワなんてどう？ダサ。じゃあエリザベートは？その子どう見てもオスでしょ。メカにオスもメスもないけどね。カペッチョ。カペカペって、こいつの名前はカペッチョだ。行くぞカペッチョ。カペカペカペッチョ、変な名前。まあいっか。よし、おいでカペッチョ。カペカペカペッチョ。おっ、カペ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 。空の赤と長く伸びた影、いつの間にか二番星。誰のため、そして何のため、巫女の限りない世界はある。それは答えを聞くためではなく、ただここにこの番組はネクソンと ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。次回、家庭崩壊、風犬 VS 雷犬。